今日は慢性腎臓病と言われた際の腎臓の守り方についてお話しします残念ながら現代の医学では慢性腎臓病をすっかりと治す方法はありません腎機能は年齢を重ねていくと腎臓も老化していきます腎臓の働きを示す推定子球体ろ過量 EGFR は10年で5の低下が見られます 腎臓を守るということは年齢以上の傾きで腎臓の働きを悪くしないということになります腎臓の守り方は腎臓が悪くなった原因によって異なります慢性腎炎が原因であれば病気の治療を行います糖尿病が原因となる糖尿病性腎症では糖尿病の治療が優先されますそれらに加えて 慢性腎臓病予備軍の方にも役立つ腎臓を悪くしない生活習慣について詳しくお話ししていきます腎臓は血管特に動脈が山ほど集まった臓器ですそのため動脈硬化の影響を強く受けてしまいます動脈硬化を進めないということが腎臓を守る大きな助けになります具体的には血糖値を上げすぎない コレステロールに注意する血圧を上げない喫煙者の方はタバコをやめるというものが挙げられます健康診断をしっかりと受けていただくことにより慢性腎臓病を早期に見つけるだけでなく生活習慣病についても早期発見早期治療につなげていく必要があります次に大事なのがフレイル予防ですフレイルに関しては 過励に伴う心身の活動性が低下しした状態とててて近年広く知られてきています高齢の慢性腎臓病患者さんにおいてフレイルを合併すると腎機能の悪化や透析になる可能性が増えるだけでなく生命予後、すなわち命にも関わるという報告があります普段から体をしっかり動かしていただき筋力を維持していただくことも 腎臓を守るためには重要となります4回にわたり腎臓についてお話しさせていただきました見逃した方は公式 YouTube をぜひもう一度見てみてください腎臓について心配な方はかかりつけの先生と相談していただき秋田の健康寿命を延ばしていきましょう